初代デボンシャー公、ウィリアム・キャベンディッシュ初代デボンシャー公、ウィリアム・キャベンディッシュは、イングランドの貴族、政治家。父は、第三代デボンシャー博、ウィリアム・キャベンディッシュ。母は、ソールズベリー博、ウィリアム・セシルの娘エリザベス。1661年にダービーシャー選挙区で、会議員に選出され、チャールズ2世とジェームズ2世の知性では、 オイック党員として、反カトリックを主張。1684年に、父が亡くなると白衣を継承して、第四代デボンシャー伯となった。1688年、ジェームズ2世に、息子ジェームズが生まれると、カトリック政策の継続阻止に動き、6人の貴族と、共に、オランダ総督ウィレム3世に招聘状を送り、ウィレム3世が、オランダ軍を率いて、 イングランドに上陸すると、イングランドに残り、ノッティンガムシャーで挙兵して、中部を抑えた。翌1689年に、ウィリアム三世、メアリー2世夫妻が即位して、名誉革命が成功すると、恩賞として、王室家政長官と、数密顧問官に選ばれ、政権に加わり、1694年に、ホイッグ党政権が誕生すると、 ハーティントンコークライトでボンシャー行為を与えられ、ウィリアム三世不在時のイングランドを任されるようになった。1707年、67歳で死去。長男のウィリアムが借位を継いだ。1662年、オーモンド公、ジェームズ・バトラーの娘メアリーと結婚、4人の子を設けた。エリザベス順ンンク・ジョン・ウェントワースと結婚、ウィリアム・ヘンリー・ジェームズ。ありがとうございます。